はい、酒好きな新潟人のいい人が、今回は、またビールですね。アサヒのドライプレミアムからまた新しいのが出ました。このシリーズも一体何回出るんだと。原酒仕立てプレミアムというね。つい最近発売されたやつなのかな。アルコール度数 6%。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。ですね。醸造家だけが知る、貯酒タンクに眠る、原酒ならではの力強いコクと旨味を目指して作った、いわば原酒仕立てのプレミアムビールです。華やかに香るコクとキレが楽しめます。ほんとこのドライプレミアムシリーズもたくさん出るね。もうなんか、もう何が何だかわけわからなくなってきた。あれこれ前飲まなかったっけみたいな感じの感じで見たけど飲んでなかったから、なんか似たり寄ったりの出てるなって。乾杯。ちょっと酸味が強い。これコクある？結構すっきりしてんだけど。なんか普通のスーパードライに非常に近い感じがするな。なんだろうこれ。普通のあのスーパードライに非常に近い味が、結構キレがあって美味しいですね。なんかスーパードライの 6% になったパターンみたいな味がする。ドライプレミアムあれでしょ、ギフト限定とかさ。嘘つけと。何言っとんだお前は。原酒仕立て。希少素材アマリロホップ。最高級ファインアロマホップなどこだわり素材を徹底的に厳選することで実現した華やかな香り。プレミアムビールらしい深いコク。国産ゴールデンバクを使用し、醸造過程で一手間かけた贅沢醸造を採用。プレミアムビールらしい深いコクを実現しました。嘘。飲み飽きない切れ味。フレッシュな状態のスーパードライ酵母、かっこゴールデンドライ酵母のみを使用することで飲み飽きない切れ味を実現しましたって書いてるんだけど、これさ、切れとさ、コクってさ、相反するものじゃなかったっけ。切れがあってコクがあるっておかしくないか。ちょっとなんか公式でおかしいこと言っとるなこれな。どう考えてもこれ切れしかないと思うんだよ。これコクはないと思うな、飲んだ限りで言うと。でも感覚としてあのスーパードライの味がすげえ近い。ほとんどスーパードライだ。うん、普通のスーパードライに非常に近い。苦味もそんなにないし、どちらかっつうとなんか酸味の方が強い感じはするね。飲みやすいんだけど、あのアルコール度数が高いっていう意味でちょっとこう喉のあたりにこう来るようなアルコールの感じがね、来るような味がするね。うん、まあ
まあ、なんか、スーパードライの上位互換みたいな感じですかね。別にコクはないんだけど。コクはないんだけど。まあ、かといって、まずくはないですね。普通のスーパードライとほぼ同じなんで、スーパードライが好きな人だったら美味しいんじゃないかな。ただ逆に言うとなんかちょっと大した違いもないんで、普通のスーパードライと大して変わんないですね。感覚的に度数しか違わない感じ。コクも香りもなんかただの普通のスーパードライって感じはあります。なんでしょうこれは。なんだ、まあ、まあまあ普通に美味しいとは思うんだけど、結構スーパードライのほらエクストラシャープってあったでしょ、これにちょっと似てる感じだね。うん。雰囲気的になんか、これアルコール度数 5.5% だし。うん。まあ、これはこれで結構違うんだけどな。エクストラシャープはそんなに、俺はまあ、うん。まあ、うまいかっていうと、まあ、うまいんだけど、うん。やっぱスーパードライの方が美味しいなってなる。うん。普通のね。うん。まあ、これも大体同じようなもんだからね。うん。うん。でもやっぱスーパードライの方が美味しいかな。スーパードライは安定した美味しさがあるよね。うん。まあ、ドライプレミアムだから、やっぱ値段も高いし。値段の高さから言うと、ちょっと、ってなるね。多分これ220円ぐらいするじゃん。多分。200円以上はすると思う、多分。いくらか忘れたけど。うん。まあ、でも、ドライプレミアムシリーズだと結構、ある種面白いかもね。ドライプレミアム。今までの大体コクがあったりとか、主にコクとかなんかほら。あれ？これなんだ？濃厚熟成仕立てって俺これなんだっけ？アルコール度数 6.5% だってすげえな、これ。6.5% ってすごいな。あれ俺これ飲んだっけな、ギフト限定って書いてあるけど。なんか飲んでねえ気するな。ドライプレミアム。飲んだっけこれ。白いやつ。ちょっと見て。あ、飲んでないですね。ドライプレミアム。あ、飲んでないわ。すっげえ似たような色合いで全然わかんないけど。飲んでないですね。ギフト限定。6.5% だって、アルコール度数。すっげえな。6.5% はすごいな。まあ、まあ、アルコール度数強いだけだったら、アサヒスタウトだったか、があるけどね。アサヒスタウト。これが何パーセント ?8% ですね。これ美味しいです。アサヒスタウト。瓶の、
小瓶だけのやつね。小瓶しか売ってないやつ。ただほぼ見ないですね。山屋とかだったら見たか。見るけど。これは本当に美味しいと思う。あの、ギネスに唯一対抗できるのがこれだと思うね。ギネスビールに、唯一、個人的に対抗できる黒ビールは多分このアサヒスタウトぐらいでしょ。これは本当に美味しかった。これは五つ星でしたね、確か。これはうまい。めちゃくちゃうまい。はっきり言って。ただ、難点は高いことと、どこにも売ってないことっていうか、かなり希少だっていうことぐらいですか。うん。これはとにかく美味しい。美味しかったね。ということで。まあ、これもちょっとあれでしょう。ドライプレミアム。ちょっと、あんまり面白みがなかったという意味で、コクはあるとか言ってるけど、全然ないしね。キレしかないんだよ。キレはあるんだけど、コクはないと思って、これね。甘みも、まあ、甘みは三つ星ぐらい。香りも、大してないし。まあ、三つ星ぐらいでいいだろ、これ。2333です。ご視聴ありがとうございました。